今日の今朝、カーリー退治を行いました。早朝なんですけど、まずはスポイトの中に、熱湯を入れまして、もともとカーリーが生えてたであろうところを今、目で確認しています。まあ、ですがさすがに咲いてない状態だとなかなかカーリーが咲いていた場所っていうのがなかなか分かりにくいところではあるんですが、カーリーが生えてる場所っていうのは、まあ、基本特徴がありまして、絶対にほぼ 100% かな、この注射器が入る、針が入る、太さの穴が1ミリ、2ミリ、3ミリぐらい、下手したら1ミリが多いかな、下手したら2ミリとか3ミリとかの深さで穴開いてる場所があります。でその穴に対してというか、絶対そういう穴がハーリーが咲いてた場所にはあるので、その穴に注射器を刺して熱湯を入れていっています。まあ穴がね開いてるので、結構ね慣れてくるとどこに刺せばいいかっていうのは分かってきます。まあ本来は水の中でするのがいいのかな、やっぱり。まあどっちでもいいんでしょうけど、普通はライブロックとかを崩してっていうのがなかなか、普通はレイアウトを崩してやるっていうのは難しいと思うので、レイアウト崩さないまま、まあ、注射器でその穴を見つけておいて刺して、熱湯を注入するっていう形がまあベストだと思います。その後もね、結構何回か、注射器で注入してるんですね。1回やとちょっと心もとないので、まあ、1箇所に対して何回かは、この後もやっていきます。もうこの時点で慣れてきてますね。もう穴をね見つけれてるので、その穴にとりあえず何回も何回も今回はちょっと角度を、次は角度を変えて撮影しています。この水中の中でも穴は分かっているので、その穴に刺して、あ、それです、それ、そこの穴に刺してジューッと入れると、こうやって白い液体っていうかね、煙が出てくるので、これがまあカーリーの残骸っていうかな、熱湯注射するとああいう白い粉みたいなのが他の穴から
出てきます。これが出てくるとだいたいカーリーが、まあ、死滅したという一応証拠になるようです、うん、もう出てきませんね、うん、あ、ちょっとね、実が出てきてますね、あこ。そうそう。そこのぷくっと出てくるとこ。それそれ。死んだ後の残骸かな、多分。うん。もうね、中からね、イソギンチャクの多分、実が出てきてます。うん。もうね、慣れたもので、もう穴を今見つけてるので、ちゃっちゃちゃっちゃとその穴に向けて、注射器を差し込んで、いきます、うん、違う違う、あ、それ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 、そこそこ、それ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 、分かんない、ほら今出てる出てる、身が出てるとこ、そこチューッと、うん、でもう一回チューこんな感じでカーリーを、退治してみました。